おはようございます。おはようございます。今日こちらは、いやちょっとね、この紫のねこのツツジを見たからちょっと思い出して、というのはうちにはねツツジの色のがね10種類ぐらいあるですよね。早いのは4月のちょっと過ぎからもう咲き出してですね、白から赤からピンクからいろいろなツツジがあるですよ。今年はどこに綺麗に咲いたなと思いまして、今ちょっとツツジここにもあるしね、そちらにもあるし、ね、まあ最後はねサツキは一色しかないんだけれど、ツツジはいろいろの色があるんですよ。それからもう一色ね、ほう、こちらはこれもこれもね、これ山から取ってきたっていうとなんだかうまくないようだけどね、笹の道断って言ってね、ちょっと変わったツツジですよね。道断ツツジです。面白いですね。はい、これはまだ作れないですね。違うツツジになるとね、やっぱり持ってくるとね 1,2 年で枯れちゃうからね、山のものは持ってこないようにするんですけどね、このツツジはちょっと変わったツツジですけど、まあ綺麗だからと思ってちょっと写してみました。はい、どうもありがとうございます。